パソコンがぶっ壊れました。じゃないよな別に。などうも皆さんはこんばんはということでね、まあ、早速ニスト終点カービィとマッチングしていくとね、お久しぶりでございます。長尺動画ではなぜ投稿できてなかったかというと、パソコンがぶっ壊れていました。マジ何してんのほんまに。普通にさこのさ登録者1000人ってさ、何してんの。これやばい、みんなこれやばい。気づいた私、いやバカしてみんな。普通に俺がこのカービィの対象を教えてあげる。俺が任せしみんなに、任せしみんなに、いや俺に任せし普通にみんな、よいよい分からせてあげる俺はこれを、よいよ、まあ、ちなみにテリーカービィはめんどくさいです。でまあ何があったかというとですね、まあ登録者まず1000人ね、達成ありがとうございます。おおシンクロ、まずね登録者1000人達成ありがとうございますということで、本当にねこれからも頑張りますのでよろしくお願いしますと言ったところなんですけど、登録者1000人達成した瞬間ねパソコンぶっ壊れたんですよね。で俺のストックもぶっ壊れたと。そうでパソコンが壊れてね、もうこの音質が違うのがすごくストレスで、なんせねこのマイクが音割りしてないんですよね多分みんな。じゃないみんな、これ結構俺の声今綺麗に撮ってるやろ。違うねみんな、誰もな、リスナーの誰も俺の綺麗な声求めてないね普通に。必要ないそんなものマジで。音が割れてないってやっぱりみんな、だいぶね近くで叫ばないと音が割れないですね、この今のこの接続的に。でマジで本当に相当近くで叫ばな、マジで音割れへん普通に。ガチマイクの目の前でディアルが2機しないと普通に音割れないですね。叫んでもいいですか。これあんのみんな、これあんの、マイクは折り出すみんな。これとりあえずスマブラ配信者あるある1ストックまでとりあえずあんのっていう、これガチ。まくれそうになったらとりあえずあんのって言っておく、これガチ。あんまないことの方が多いんですけど、ね、基本的には。まあさすがに、まあさすがにこっからだったら困るけどな。あるかな、まあ、一応このゲームね、ストックがなれば何が起こるか分かんないんで、マジで。それ大事、普通に。落ちて、冷静に行こう。はい。よいしょ。いやー、これやばい、普通にね。落ちて、いい空港、なるほどな。そういう空港振り方、俺分かんへん。マルチないかな、これは。これはマルチないはず。死んでる余裕で。うわ、やばい、みんなどうしよう。無理です。対戦ありがとうございました。しかも終点やし。いや、終点の方が楽か、まだ。私、挑戦状を選んでるんで、終点はお相手のルールですね。珍しいな、リヒターで終点って。なんか結構小選手のイメージある、リヒターは。で、なんかね、まあ、頑張りたいところなんですけど、このね、みんな、飛び道具キャラっていうのはね、この玉キャラあるある。ね、困るんですよ、配信的に。絵面的に困るんですよ、マジで。この動画とかの、マジで、ほんまに、これみんな。綺麗に破壊できた、まあ、この動画みんな見れてるってことは、多分綺麗に破壊できたってことなんですけど、これで、OK。あんの、これみんな。これあんの、これあんの、これ。これあんの、みんな。あんの、あんの、あんの、いや、なさそう。どうしよう。あるか、どう、あるか、テリー君。まだあんのか、お前やれるか、まだまだやれそうな雰囲気は感じてる、さすがに。おいおいおい、しゃないな、落ちてね、レスに行こう、レスに行こう、ゆっくりゆっくり、飛び道具ちゃんとガードしながら、おい、しゃないな、ゆっくりゆっくり勝つよ。ここから枯れたらチャンネル登録と高評価は待っている、みんなの。さすがに待ってる、これはみんな初見勢のチャンネル登録高評価は待っています。私は送信していきます。あ、もう終点多すぎじゃないか、終点入ってる、みんな終点の方が好きなの。俺マジで大ないと無理なんやけど、全然。まあ、にしても戦場無理やけど、俺、全然。どうみんな、でもなんか、第、まあ、その、やっぱ、第さ、慣れてなかったら、やっぱ、不自由さあるやん。それはちょっとわかんないな、正直。俺も昔、終点やったからさ、めっちゃ。まあ、それ、誰もが一回通る道やからな、終点って。当たり前やけど。でもなんか、めんどくさいキャラしか、こんなというか、普通に。なんでこんな、だるいキャラとしか当たらへんやろ。マジやめてほしい。困ります。今これ、収録始めてから結構経ってるんですけど、一回も勝ってないんで、普通に。やめてほしい。なんか、下手になってんねんけどさ、最近俺、全然。俺が下手になったんじゃなくて、VIP のレベルが上がってるんじゃねっていう説はね、俺ある、結構。今、実際、全然、余裕で。マジめんどくさい。特に、これ、終点ってファントムクソだよね、マジで。マジだるよ、ファントム。何がファントムやねんな。頼む、永遠やないかい。はいよ、マント1枚で願えるから、ファントムみんな、実は。全然、あんま忠誠心誓ってない、実は。これ気づいてた、みんな、実は。ファントム、実はマント1枚で願いますよ。全く知らんおっさんの、あんなに可愛い王女に使えておいて、全く知らんおっさんのマント1枚で願いのエグいな、結構ありえへん普通に。まあ、よっぽどマリオが強いのかっていうところあるけど、その辺は。ちょっと冷静に寝るか、一回落ち着く、さすがに。一回冷静に寝る、一回真面目に寝るか、さすがに。ちょっとさっきから脳しすぎ、まあ、脳すぎ感はあるけどな、別に。もうね、もうちょっと動画撮ってる時ぐらい何も考えずやらしてほしい、その裏これ大事、普通にみんな、さすがに。俺だってメイトではもっと真面目にやってる。これはいいかな、いくんじゃね。ナイス、オッケーオッケー、上からいっか、強っ。え、うせやん、撃墜したー。さすがに強すぎ、最強キャラ知ると思ってませんでした。これどんまい、落ちて、冷静に行こう。投げ、なんか、よく分からへん、ファントムやった。あっち向いてた、完全に。自動フリップついてない、ファントムや。ファントム自動フリップないかー、弱いな、さすがに。弱すぎる、ジャッキーライファントムでしょ。おい、ワンちゃん、あー、これ運だけです。全然非確定なんで、これやばい、見たこれこの BGM やばい、みんなこれガチでやばいっす。収益化あれなんで、 YouTube はほんまに、 YouTube くんね、これダメなんですよ、ほんとに。このこれやれない、広告止まります、全然。これやばい、普通にみんな、これ喋り続けて、この曲が映ってないことにするしかするしかない、俺がみんな。実は今までね、この曲何回か流れたんですけど、 YouTube くんに送られたことないです、私。私が喋りすぎていて、配信でね、全然流れたことあるんですけど、何回も。普通になんで三角形の少女とかがやってることもあるんですけど、結構
やめてくださいね、本当に。YouTube で一番困るのは、みんな、参加型で一番困るのは嵐とかじゃなくて、一番これですよ。マジで、嵐が来るとかよりも全然こっちの方が困るし、正直。この BGM も流されるのが困ります。嵐とか全然余裕で、普通に。これガチみんな。全然ガチです。嫌いな配信者にやってみたらみんな。やめてな、俺と、要するにみんな、この動画上げたさ、翌日とかにさ、この動画上げた次の参加型でみんな、俺の動画に、俺の配信にみんながこれやったらどうしよう。みんなめっちゃ男で嫌いってことになる、それやったら。やっとこう、ごめんね。また、耐えた耐えた。一旦もう、その崖は誰も当たりません、もう今の時代、さすがに。さすがにね、これはもう時代はレバーですから。セフィロスってレバーになって書いてたキャラか、でもよく考えたら。強すぎる、さすがに、有効強が。でしょ？これはね、大丈夫です。当たんないね、それはさすがに。やってない、さすがに今のは。いやー、なんで死んだこれ。耐えてる、ラッキー。まあ、セフィロスの空港強すぎるとかいるべきじゃない。いやもうそれが強すぎる。さすがにあれ無理なんで、マジでどうしようもないです。あれはもうね、あのカウンターは無理です。先行はさすがにならない言葉をもう一度描いて、え、無理だな。ちょっとさすがにガンダムには俺勝てません。ガンダムだと漏れてない、回さないな。ワンちゃんいく、これどう、軽すぎ、軽すぎ。さすがにあの体の大きさで軽いのはちょっとかわいそうだなとは思います。まあでもね、でもそうでもない、そうでもしないと、すげえ、ちょっとセフィロス強すぎるからと思うけどな。俺はセフィロス弱い派の気持ちが俺には分かりません。結構うん、まあガチ、まあ、それは結構ガチ。まあ、そのな、まあでもまあ、いいってことはわかる。やっぱみんな軽いキャラってさ、どうしてもさ、やっぱ破壊されがちというか、やっぱしかもさ、やっぱどういうの、ちゃんと破壊じゃなくて、ちゃんと立ち回りキャラやんか、セフィロスって。やからかなと思うんですよね、マジで。ちょっとわかる、正直、気持ちは。気持ちは正直わかる。そういう時があるなっていうのはすごいわかりますね。使ってないけど。知らんよな、まだ。よかった。まあ、これ知られたら困るさにみんな。ピッチューすぎる、ピッチューすぎる、ピッチューすぎるってない。セフィロスに対してピッチューすぎるって言葉使わへんやろ、このゲーム以外で、なかなか。お上手、まあ大変な。危ねえ、危ねえ、ギリ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 、これワンちゃん、オッケー。もうこんだけ喋ってるもん、これさ、みんな。セフィロスの BGM もあかん説あるよな、これ全然みんな。どうなんやろ、いけるかな、これみんな。このペースでいける、どう、このペースで3スト目を撃墜して、あるよ、これみんな。このペースで、このさ、3スト目を撃墜してしまえば、あるの、これみんな。もう口の中はもう、あれやねんけど、脳汁ってドバドバやねんけど、普通に。脳汁ドバドバ。俺、唾液のこと脳汁って言うから、みんな、普通に。唾液のこと口からの脳汁って言うから、全然余裕で。そう、これ投げを通したりせん、そろそろ。いや、なんの横強 NB? 天才もしかして。ダウン展開になんか噂やってくるな、ちょっとの間。ありでは、なくはないかもしれん。したらな。危ない、落ち着いて冷静に。これはね、こっち、いやーしゃないか、落ち着いて、しゃない、攻撃埋めると半分、これ当たんないです。さすがに俺でも当たらない。いくよ、いやーしゃないな、落ち着いて、落ち着いて、冷静に行こう。ダメージ入んない、あれでも。よく考えたらみんな、あれ掴みのとこにダメージあんねんな。よく考えたら、知らなかったです、知らなかった、死んだー。いや、まあ大丈夫です、さすがに。これはね、まだ死ねません、全然。余裕任せほしい、全然。これね、クエルナックルでどうにかします、私は。ちょっと羽が開いてるセフィロス最強なので、ちょっと時間をかけたいところなんですけれども、そろそろ俺の喉がボタへんから、ちょっと一旦みんな、さすがにこんだけ喋っていれば。あと動画の先的にもちょっとマジから入ってみきろ。あーだ、さらにな、落ちて落ちて、冷静に行こう、冷静に行こう。あ、すましてもう撃墜できるよ、一旦落ちて落ちて。ちょ、今の段階いったらさすがに全然やってません。もう湿気すぎ、さすがに今のは。ワンチャンこれはオッケー、とりあえずこれが、ね、これ回避です、これガールズから持ってないんで。はい、オッケー、ナイス。あら、本日のカズヤ、みんな来た。じゃあカズヤでこの動画締めくくるか、ちょうどいいや。みんなカズヤを俺が綺麗に破壊して、もうこの動画締めくくる、みんな。あ、いやー、なんでだー、かかとが臭すぎる。さてみんな、さっきのカズヤで最後と言いましたが、あれは嘘です、もちろん。さすがに嘘、もちろん。あんなの終わるわけない。勝ち試合を見せて終わります。当たり前のみんな、さすがに。これは YouTube として鉄則でございます。最近のね、俺のライブとしてはみんな、飛びが多い、俺はマジで。飛びが多いです、ほんと。まあ、最近の一番の悩みはパソコン壊れたことなんですけどね。あははははは、粘るとねえ、ほんまに。なんもおもろないわ。ね、ちょっと最近の編集が下手くそやったらそういうことです、全然。まあ、もともと編集はあんまうまくないんですけど、そもそもね。なんか最低限のことができません、マジで。カットと文字入れとみたいな。あと効果音ぐらいしか。本当にできないね、その辺しかね。やっぱ美しいクリップ集とか作れないんで。それはちょっと俺のそばぶの腕的なとこもあるか。へへへへへ。理不尽、みんなこの動画笑かしに行って笑ったら怒られるっていう理不尽な動画を目指してる俺は。ちなみにオンラインではクラックは見えません。これガチ、みんなよいしょ、オッケー、いいね、有効強からクラック。ああいうのも飛びなんだ、マジでほんま。ちょっとね、もうちょっとちゃんと丁寧に地上に差し合うことを覚えたい、本当に。これマジ、みんな。もうちょっとなんか格ゲー感出したいな、この辺ちょっと。やっぱこの地上を意識するとね、硬くなります、ちょっと周りは。これガチ、みんな、普通に。これガチです。やっぱエッチなことを意識すると硬くなるじゃないですか。それと一緒、みんな。うん、立ち回りもそれと一緒だから、立ち回りは実はチンチンなんですね。これはね、やっぱ華麗に決めて動画の締めにしたいと思います。ここは華麗な吹き出し、中野テリーの華麗な吹き出しは炸裂してしまう。